模型ですね。ジオラマですね。海の、ジオラマを、作っているところなんですけれども。で、その海の、波の表現をするですね。こちら、加藤から販売されています、大波、小波という、商品、製品なんですけれども。作ってるのは、ウッドランドシーニックっていうか、外国のメーカーで、加藤さんがですね、積水金属さんがですね、輸入販売元となっているものなんですけれども。で、こちらを使うとですね、丸に水に浸した新しいスティックで波の形を作ります。で、盛り上げた波の頂上を少し潰すと波らしい形になります。で、その次ですね。一度完成させた後に追加することで2.5センチまでの大波を作ることができますとあるんですね。ということは、相当中身はね、ドロドロしたものをね、ジェル状なのかなと思うんですが、開けてみますね。はい、こちら大波小波ですよね。すごい、サラサラしてて、ジェルじゃなくて、英語で言うとこれ完全にリキッドなんですよ。それをね、示すためにほら、ね、サラサラしてるでしょ。この状態だとですね、相当固まりかけてからだったら可能かもしれないけど、ちょっと波、小波もちょっと難しいし、大波はちょっと作れないんじゃないかなって思うんですよね。なので、これもしかして、ちょっとこぼれないようにちゃんと蓋は閉めるんですけども、これ輸入する前だから、アメリカかどっかか USA か知らんけど、ウッドランドシーニックさんの方で、これもしかして詰め間違えたとかってことはないですかね。これをね、使われてる方の、YouTube のね、動画とか拝見させていただくと、やっぱりこの、波作れるよねっていう感じで、これ使ってるんですけど、やっぱりこんなリキッドサラサラしてないんですよ。もっとドロドロしてるんですよね。これなんででしょうね。ちょっとこの、加藤さんにね、ちょっとこれ、実際動画っていうか、物を持ってくるのが一番いいのかもしれないけど、ホビーセンターさんね、持ってくっていうのが一番いいのかもしれないですけども、それこれ確認した方がいいですよね。それですね、この大波小波という商品なんですけども、自分がこれ使い方を間違えていて、実はこの製品の蓋を開封した段階ではやっぱりこのサラサラしていて、で、これ蓋を開けっぱなしにしていると中身が、もしくはそれとも必要に使う分だけ、中から、その成分を取って、液体を取って、で、ちょっとしばらく置いといてくださいねとか、使いたいところに塗布して、で、しばらくして半分乾いてきた頃に、造形をしてくださいねっていう、そういう商品なのかなと思ったんですけども、どうもですね、他の方がね、使っている様子をするのを拝見させていただくと、この製品をもうパカッと開けた状態で、結構ドロドロの、メディウムみたいなね、ジェル状のものが出てきてるので、どうしたんでしょうかね。それでですね、この大波小波ではなくて、さざ波の方を使って、最初波をね、作ってみたんですけども、筆とかね、スプーンとかナイフとかね、そういった道具を使って、こねたっていうかね、造形した時は波の形、言ってみると、ソフトクリームって巻き巻きしてて、上の部分がちょこんとこう伸びてますよね。あんな感じにできるんですけど、でも少し時間が経つとこういうふうにぺちゃーんとなっちゃうんですね。あと、硬化する時に水分等が抜けてですね、
揮発するのかな。で、揮発って言っていいのか分かんないけど、うん、蒸発して抜けて、そうするとキュッとこう、しぼむんですよね。体積がちっちゃくなるんですよね。うん、だから、まあ、もう固まりかけるときにまたちょっとね、道具を使ったりして、まあ、つついてこう加工をすればまた変わってくるのかもしれないんですけども、まあ、それをしないとこのようにですね、すぐに形がですね、こうなんていうかね、トローンとしちゃうんですね。それがですね、まあ、ここもね、そうこんなふうになっちゃうんですよ。ちょっと立体感が分かりにくいですよね。ここの真ん中の部分、これはですね、へこんでるんじゃなくて、こう一応浮いてるんですけども、波ってこうはならないんですよね。で、ちっちゃい波とかっていうのはこんな感じでね、再現できるんですけども、ちっちゃい感じっつっても、ズームしてたよ、これあなたこれ大きい波じゃないっていうふうに、まあ、見えちゃうっていうのがあるんですけどもね。はい、でまあ、一応こんな感じではやってるんですけども、自分が作りたい波っていうのはもうちょっと大きいんですね。はい、まあ、そんな感じで、この後にもうちょっと大きいそのソフトクリームのね、上のちょこんという部分をね、乗せてって、で、少し白波を描いてっていう工程をして、まあ一応完成っていうふうにはしたいんですけれども。それでですね、まあ、さざ波をですね、こう、持って、で、そのままにしてしまうとですね、このようになっちゃうんですね。なので、こういうふうにトロンとならないものを使って、だからこれ多分半分硬化している状態で加工してもそんなに大きい波作れないと思うんですよね。ということで別のね、部材を使って、はい、もうちょっと波らしい、大きい波らしいものを作って、考えています。そこで大波小波使うんだろうなと思ったら、いやあんな風な感じでね、ちょっとサラサラすぎるんですよ。